こんにちは、なんだな。私が、YouTube をね、作るきっかけになった、話、人体のね、緩みということをね、見つけて、これは、整体師も、普通のお医者さんも当然知らないことを、知ってしまった。これをね、やっぱりこう全国に広めたいなというね、全国でそういう人いっぱいいると思うので、広めたい。で、そして、夢としてはですね、旅すごく好きなので、今コロナ禍でなかなか行けないんですけども、日本全国をですね、旅しながら、旅しながらリュックを背負って、そしておにぎりを持ちながら、おにぎりが美味しいんだなとかね、こう言いながらですね、全国を回って、そして整体をして喜ばれる、そんなね、裸の大将みたいなね、生活ができたら本当に面白いなというふうに、私は、思っています。そのためにですね、この動画をね、YouTube をね、なんでこんなにたくさん作るんですかって、よく聞かれるんですけども、これ声が、こう届いてですね、先週、3日前、日曜日だったかな、日曜日も、すみません、土曜日ですね、土曜日も、富山からね、わざわざちょっと来てくれた、女性がいて、やっぱりそれもね、YouTube つながりで、来てもらったということでですね、この YouTube、非常にね、ありがたい、いい存在だなというふうに思っています。そんな形でですね、またこれ、お客様にちょっと指摘されたのがですね、最近すごく私のこの、その動画が、こう自分がこう楽しく、面白がってやってるのが非常にいいですよっていう話をね、されたので、もうちょっと私のね、その部分を、出してですね、モノマネはちょっとやっぱりまだ恥ずかしくて、なかなか、うまくできないですけども、そんなこの、楽しさもね、こう入れながら、もうちょっとこう、真面目に真面目ではなくてですね、もっと気楽に皆さんが、来てくださる、そんなね、整体を目指したいなと思います。昨日、親子でね、来られた、方がですね、親子に来られて、そして、お母さんがこの施術をしている時に、そのお子さんがですね、ベッドにこう乗っかってきて、乗っかってきてこうやっているのを見て、私もこう笑いながらね、危ないよなんてこうやってたんですけど、この場面なんかね、撮らさせてもらう、ちょっとそこは、撮らさせてくれなかったんだけども、この場面を撮ったらですね、なんてこの、なんていうのかな、おおらかで、こう気楽なね、整体、の状態というかね、この状態をこう、流せたらですね、もっとお客さんボンバン来るんではないかなっていうね、問い合わせが来るんじゃないかなっていう場面をね、こう見て、ちょっと撮らさせてもらおうかなと思ったけど、以前ちょっと断られたことがあったんで、お願いできなかったんですけども、面白い状態でしたね。お母さんが施術を受けてる間、お子さんがね、ここ乗っかったり、ベッドに乗っかったり、お母さんの上に乗っかったりですね、一緒に座って並んでね、施術を受けるみたいな形を、があって、そんな形で、何を、お話しした、したいかというとですね、全国を回りたいというね、おにぎりを食べながら、全国を回って、旅して整体をする、これが私の夢です。ありがとうございました。